アートのホテルの中でいろいろそのロビーにふさわしい作品を世界中オークションも含めてですね、回って探してきて、いろいろ見た結果、杉本の会計がいいという判断に至ったということは、誠に賢明なご判断でございましてうん、いや、選んでいただけて嬉しいなと思いましたね。まあ、なんていうかな、文明のこう行く先というのが今ちょっと世界全体ですね、このまま人類が生き続けられるかどうかという試練のね、時代になってますし、そういう時にやはり一回こう人間のこの文明っていうのはどこから来たかとか、そういうことをもう一回反芻してみる時期ではないかと思うんですよね。で、まあこれはやっぱりキリストが活躍した時代のからりやこと。で、まあ古代ということを色濃く感じられる湖だと思うんですよね。で、ここもまあ半分廃墟化したみたいなところですから、そこもう一回再生してるんですから。そういう意味ではこうアナクロニズム的なこう要素もあるんですよね。一回こう死にかけた街がまた生き返ってくるっていう、そういうことに今田中さんは仕事として取り組んでいらっしゃるし、非常にマッチングするにはいいんじゃないかと思うんですけどね。最初のファサードのから入る光とかがですね、こう反射してこう綺麗に見えるかなっていうことが非常に心配だったんですけどね。で、実際に原寸の模型を作って、どこだったら反射が来ないかなっていうのを研究しまして、結構高い位置で綺麗にほとんど反射がなく綺麗に見えるような設置ができたんで、非常に良かったなと思うんですけどね。普通は1メーター50にかけるんですけどね、センターが ここの場合には高い位置があって、その下にレセプションがあると。で、まあ、田中さんは後からここはお会計の場所だから会計が上にあるという オチがつきまして まあ、ここはね、田中さんがこう生まれ育った場所で思い入れもあるでしょうし、まあ、僕の場合もその小田原で初めて見た海というのが自分の記憶のこう根源に関わってくる問題ですし、やっぱりこう個人史とその人類史がこう重なっていくような感じがあるんですよね。ですからやっぱり歴史というものを一人一人の個人史から始まるんじゃないかと思うんですよね。その中に自分の血の中に流れてるその人間のこう進化の歴史っていうのも入っていると思うんですよね。で、そういうものをこう反芻していくっていうか、血の中に記憶が、人類が発生した時からの記憶が人類の記憶として思い出すことができるんではないかなと。だから人間っていうのは一人個人で生きてきて死んでいくんじゃなくて、その大きな流れの中でこう生命が循環していくっていうのは大きな感覚っていうのがあるんですよね。ですから今の時代にそういうことに思いを馳せて自分の血の中の記憶をたどっていくというのは、まあ僕の作品の根源にあると思うんですけどね。